点ごとホグとか練習してみれば。ライキさん、26とかいいですよね。ちょっとでもそうだな、このスケはメガゴでいいな。ホグは施設で防がれるからディガーで、アイゴレは頼りないからジャイアントでいいですかね。いや、いつものやつ。いや、いつものやつやないか、それは。ライキさん、そんなこと言われましてもね、困りますよ、ライキさん。それならあれはラバとかどう。ラバとか。ラバいいですね。じゃあちょっと、まあ、このベビドラをマスケにして、縦線は、ダクプリでいいかな。で、ボムタワーはまあ最近クイカやってるんでプリンスにして、まあ、ラバーはまあそうですね、体力低いんでジャイに変えておきますね。いや、いつものやつ。いつものやつやないか。ラジオです。今日もやっていくんですけど、今日はね、2.4 ウォールブレイカーやっていきたいと思います。で、このデッキなんですけど、世界ランカーの20位のね、ルベンっていうね、人が、今、プロフのデッキ違うんですけどね、この人が使っていたデッキで、このデッキなんです。まあ、単純にホグをウォールブレイカーに変えただけなんですけど、もともとね、この人ね、なんか何のデッキも上手いんですけど、まあ、26とかもね、結構使ってたみたいで、結構ね、交流戦とかするときに26結構使われるイメージがあるんですけど、てな感じでね、やっていきたいと思います。グラチャですね。本当に強いのか、ルベンのね PS のご利用しなのかっていうところをね、やっていきたいと思います。よろしくと。よろしくウォールブレイカーですね。まあこれはまあ基本ですね、戦術の基本。ウォールブレイカーを使うときは絶対にやった方がいいですね。はい。で、これでアイオレを使っていき、まあこれマジェチュとか来たら OK。 まあこれはケツマスケからの、いや、ウッドからのかな。ウッドからのスケ受けでいいですね。よいしょ。マジ？うい。ポイズン打ってきたな。珍しい。実に興味深いっつってな。とりあえずウォールブレイカーでセパして様子を見ていきます。はいはいはい。なるほど、コウモリセパですね。サイ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 と。あ、ポイズンまだ回ってないご様子。5ジョーンズってね。とりあえずここでコウモリってことはメガナイト、あれですね、メガナイトディガーのやつだと思うんで、ウッドとか裂いていき、おお、なるほど、よいしょ。まあこれはさすがにね、よいしょ。まあとりあえずこれは強くなった大砲ちゃんでね、どこが強くなったのかようわからんですけど、とりあえずセーパーしていって、まあ左側は、おお、インドラか、なるほど。まあこれは、いや、これポイズン打たれるからやめよう。さて、まあこんな感じですよね、多分。で、片方に固めると、そのあれですね、呪文を打たれやすくなる。呪文でウォールブレイカーが飛ばされてしまうので、サイ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 と。もうこのセパ徹底ですね、多分。セパ徹底していき、はいはいはい。で、減ってない方に、よいしょ、こんな感じですね、よいしょ。はいはいはいと。いいよいいよ、バーンバーンと。はいはいはい。で、これとりあえず置いていき、さて、メガナイト来ましたと。来ちゃったと。まあ、こんな感じでね。さあさあさあ、一発ぐらい入りましたね。なんか音がしましたね、一発ぐらい入った。さあ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 、とりあえずここでメガナイトちゃんが来るかはわからないので、こういうのは5打っていきます。5で削んないともうダメなんでね、この時期は。さて、タルババ切った。メガナイトかな、うん、ですね。こっちあんま寄せたくないんで、こっちで処理していきます。よいしょ。で、これあれですね、ファイボ削るしかないな、もう正直。
ファイブ削りしかないので、よいしょ。こんな感じで。よいしょ。かなぁ。よいしょ。ウォールブレイカー出して、ウッドファイブで終わりかな。こっち無視でいいっすね。ポイズン打ってきたら潰せるが、これ5を打っちゃいます。さて最速5でグッドゲームと。まあまあまあこんな感じですね。割といい感じですね。多分もっとね呪文削りしなきゃダメですね。もっと呪文削りして相手に攻めさせて、それを防衛してからのカウンターですね。呪文削りで、こっちがエリクサー負ける、攻めさせる、守るカウンター、これを繰り返す。多分じゃないとね、ウォールブレイカーだけじゃさすがに削りきれないんで、多分ファイボとウッド、残りの1000、これファイボとウッドだけで削ったんで、どんくらいだろうな。なんかマルチだとよくそのマルチのファイボって292かなで、ウッドがね123なんですけど、2000マジちょい2200とかから結構なんかもう5圏内らしいんですよ、5使いからするとね。なんでもうそんな感じですね。多分5を駆使して攻めさせのカウンターゲーミングですね。気づき、今日の気づきってやつですね。とりあえずここはこれウォールブレイカーでいいかな、竹取ってるんでね。うえーマジか。これでも改めて見るとちょっときついですね。このさて、なんで？ちょっと待って、それは違う。うっぷっ、あぶねえ。オッケーオッケー、まあ、そんくらいなら許す。でこれでギャンガーが来て、ギャンガーディガーかな。あーオッケー、ギャンガーだけならいい、全然いい。優しい優しい。オッケーオッケー。これで相手はですね、これで次に、なんだろう、鉄インドラあたりか。一回ここでどんくらい襟負けしてるかを把握しておきたいですね。はいはい、トントンぐらい。なるほど。これでまあ1負けと。これケツマからの逆サイボールブレイカー攻めていきます。はいはいはい、まあまあまあいいでしょう。でこれで守って、ボールブレイカーさっき攻めに使ったじゃないですか。これでアイスピース置いて、でこれ多分つけすぎるとメガナイト踏まれるんで一回待ちます。はい、 OK。 ここでメガナイトとか引き出せたら美味しいですけどね。あ、 OK。 さあよいしょ、いいですよ。さてとやりごぶ、よいしょ、ウッドからのスケ、ザップしかなさそうですね。これ立てていきましょうか。よいしょ、関係ない関係ない。いやこれアイゴレ挟むよ、よかった。さてメガナイトが来る。さてこんな感じで割とええ感じに守れて、アイゴレ残れば美味しかったけど、ウォールブレイカーこれザップかな、うん、一発入れ、うわー入んないの。ファイブ打っていき、ケツマスケで、あちあちの大砲、オッケー。マジか。さあ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 、これ多分両線振っていかないとダメかな。うん、振っていきますね。オッケー。これで真ん中にやりごぶ。オッケーオッケー。
さあこっち左は安心ですねと。でこっちにウォールブレーカーセパー、こっちと危ない、トラップトラップ危ねー、はいはいはい、さてフットで削っていき手が空きます、拾っていく、さあこっちはこれで延命していきます、よいしょ、そろそろファイボで削りたい時期ですねいやマジ多分こういうデッキなんだと思う、本当に俺は間違ってないと思うんだよ、さあさて、まあこんな感じですね。オーケー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 。なるほどなるほどなるほど。大体わかりました。大体わかりましたね。相手の攻めをすんごい頑張って守って、ウォールブレイカーとディガーで削っていく感じですね。オーケーオーケー。大体わかりました。で、2周目のウォールブレイカーとかもね、結構こういう細かい受けがない、例えばなんだろう、ゴレとか、ああいう4コスとか3コスしか受けがないような相手には結構刺さりそうな感じではありますね。2.4 ウォールブレイカーネタじゃないんですね。結構でも、やっぱマルチで20いけるぐらいってことは、やっぱ強いんだろうな。ルベンがうまい。まあそれはもちろんなんですけど、あいつは異次元なんですけど、ね。何にしても、にしてもですね。さすがに、絶対に通用しないデッキとかもあるんで。これは中でも、ネタシリーズの中でも強いということですね。はいはいはい。これウッドで全剥がし TV いきます。OK。で、26なので、ワンチャン、大体バボゴヤっていうのは、あれなんですよ。クエイクが入ってるんで、やだなこれ、さあさてこれトルネタルババじゃないと処理できません。ファイボーマジかよ、クエイクじゃねえ、クエイクじゃねえってことはでも全てがいきます。まず先置き逮捕ができる、先置き逮捕ができるのと、クエイクじゃなければタルババ、タルババこれ裂いてくんねえかな、ケツマスケでいいか、そうだな、ファイブ裂いた後で2周目マスケもあるんでケツマスケでいいでしょ、これは別にファイブ打っていい、どうせ2周目攻められた時にどうせ2周目ファイブもあるんで、よいしょ、ドン、大体ケツエリゴルかな、おそらく、いや、いい！いいですよ、相手。なかなか、お上手ですね。よいしょ。やばい！なんで？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 ダメじゃない？それ。ちょっと待ってください、皆さん。これ許せます？俺はダメっすね。やばい、マジか。ちょ、待って。ちょ、待って。嘘でしょ？待って！なんでだー！なんでだー！俺のどっか悪かったかな？悪かったんだろうな。多分ねー。エリゴレはかもれそうな、いやでもね、クエイ、いやマスケが残んねえんだもんな、これ。最初のマスケ出して、トルネを見てから2周目マスケ出さなきゃいけなかったですね。俺の甘さが出ちゃいましたね。一瞬ですけど。来た！パゴリズム PK。来ました。有名人です。よろしく。PK しに行きます。とりあえず、
これはウォールブレーカーセッパーでしょう。刺さりますねと。まあ、これウッドで手札回しつつ、まあ、読みウッドとか来たら怖いですね。まあ、ザップ切ってたんで、さすがにね、このスキンザップ打たれることはなしと。よいしょ。顎出していき、アイスピですね。とりあえずアイスピ出していきます。逆サイドウォールブレーカー。はい。ザップ切った後、ここで呪文が見れました、相手の。なるほど、なるほど。これは、センスのウッド。来た！なんでこれさ、マジむずすぎじゃね、あれ。エレキをウッドだけで完封する方法があるんですよ。あるんだけど、で、枯渇使いとかみんな当たり前のようにやるんですけど、あれ、マジ無理っすね。結論出ました。多分、枯渇使いじゃないと無理なんですよ、多分あれ。これ無視していきます、右側。これね、なんだろうな。PK なんで、とりあえず大砲立てていきますね。とりあえず大砲立てて、ワンチャンあれだな、クエイクとか入ってたら嫌だな。嫌なんですけど、いや、これやばい、これやばい、普通にやばい。あー、終わった。なんで？あー、溶けた！もう！なんでだよ、PK されるわ、マジで。これどうすんだ、マジで。余裕で PK されるんだけど。ちょっと待って、本当に。なんでだ、なんでですか？俺が悪かったんか？俺が悪かったか？俺がなんかしたんかな？やだ、俺ケツスパーキーマジでこの世で一番嫌いなんですよ。やめてくれ、ほんとに。オッケー。だから5ウォッチやからね。そんな待ってたら俺。ああ、そういうことするんだ。そういうことしちゃうんだ。ほら、こっち行っちゃうからもう俺。はい。ダメっすよ、こんな。俺、あと残り1400、5で削るんで、よろしくお願いします。いやー、きついよバチバチ逆サイ攻めるっていう。これ、防衛して、いや、でも、ダメだ。ウォールブレイカーで削れねえよ、こんなの。どうすんだ、マジで。ルベンさんよ、マジで。どうすんすか、こんな。皆さん、わかります？教えてください、俺に。この、どうやったらこのスパーキー守れるか、どうやったら PK されないか教えてください。なあ、つけダメだし。よし、あと、うわー、マジか。あと1100だったんだけどな。惜しかったな、結構。1100。あと5、6発ぐらい打てれば、勝てましたね。GG。はい、ということでね、残念ながらね、PK されてしまったんですけど、今日はね、この辺で終わりたいと思います。またね、ちょっと面白いデッキ見つけたらね、もうね、俺このデッキ見たし、あ、これは YouTube に出さなあかんと思ってね、やったんですけど、まあ案の定ね、そんな強くなかったですね。はい。慣れてる方だったらね、多分強いと思うんでね、ぜひやってみてください。ということで今日はこれで終わります。バイバイ。